キャラクター作成はゲームで登場するプレイヤーキャラクターまたはノンプレイヤーキャラクターをゲームルール上で作成することであり主にロールプレイングゲームで行われる講義のプレイヤーキャラクターにはプレイヤーが操作するあらゆるキャラクターが含まれ人間やその亜種に限定されないが本項目では主にロールプレイングゲームで扱われるプレイヤーキャラクターについて解説する キャラクター作成は通常プレイヤーがゲームの準備のために行う最初のステップである。プレイヤーは自分のキャラクターの能力値やヒットポイント、技能、特技、名前などを決定する。キャラクター作成の結果はキャラクターシートの記録上に直接描写される。それは統計の面でキャラクターの物理的、精神的、心理的、社会的な特性を ゲーム特有の表現だけではなく、多くの場合、キャラクターの外見、性格、個人的なバックストーリーと財産などの形式的な記述が、その最も包括的な形で含まれている。プレイ中、他のプレイヤーに限らず、キャラクターのプレイヤーとゲームマスターに知られている、正確な統計情報と他の特性がキャラクターを間接的に特徴づけている間、キャラクターの外見だけは通常は、 明示的に記述される。キャラクターの成長は、後のゲームで、キャラクターの統計情報の向上を指す。通常は、経験点を追やしたり、新しい経験のレベルを獲得した時に、プレイヤーは、キャラクターの現在の情報を変更して、新しいものを追加する。キャラクターの成長は、通常、キャラクター作成と同様のルールを使用する。成長を通じて、 キャラクターのコンセプトの非現実的な急激な変化を避けるためにキャラクターの成長は通常最初のキャラクター作成よりも制限されている。例として能力値はキャラクターの成長の時に変更するのが困難である。他のシステムのキャラクターの成長はロールプレイングを通じてキャラクターのプレイヤーの間接的な特性を代わりに意味するのに対し長期的なキャラクターの開発は いくつかのゲームシステムではキャラクターの成長と同じ意味で使用されている。戦術の通りテーブルトーク RPG ではプレイヤーキャラクターの作成はゲームを遊ぶための準備の中で最も大きな部分を占める。ゲームルールにおいてもキャラクター作成に関するルールはゲームルール全体の中で大きな比率を占める。デザインコンセプトにより一人のプレイヤーキャラクターの 作成にかかる時間は大きく左右され、慣れれば30分かからず出来上がるシステムもあれば、数多くのチャートを使用するために数時間を要するシステムもある。ほとんど全ての TRPG システムにはキャラクター作成ルールがある。キャラクターを1から作成するルールは時間がかかるという欠点がある反面、自分の納得のいくキャラクターを作り上げられるという利点がある。 このようなルールは、後日のルールの登場により、フルスクラッチ、コンストラクションなどと呼ばれるようになった。能力値の決定このルールに沿って、キャラクターを作成する場合、最も重要なのは主要な能力値の決定である。能力値の決定において、サイコロを使用するシステムと使用しないシステムがある。ダンジョンズドラゴンズ第4版のように複数の方法から選択できるものや、 片方を基本ルールとしもう一方を選択ルールとして使用できるものもある。サイコロで決定するシステムの中には、ウォーハンマー RPG、無限のファンタジア TRPG、迷宮キングダムなどのように、キャラクターをすべてサイコロを振るだけで作り上げられるシステムも存在する。種族による修正多くのロールプレイイングゲームでは、人間以外のキャラクターを作成することができる。 種族によって体格などに差があるため、能力値も変わってくる。能力値決定にサイコロを振る場合、サイコロを振って数値が決まった後で種族による修正を行う。ソードワールド RPG のように、種族によって能力値の決定に使用するサイコロの数が変わるものもある。点数を振り分ける形式の場合、種族ごとに基本値が決定され、 そこに点数を加算する形式が取られる。クラスとスキル能力値が決定したら、キャラクターが持つ技能を決定する。技能は、職業や役割分担を意味する、クラスと個々の技術を意味する、スキルがあり、ゲームによって採用されているものが違う。クラスと、スキルについては、キャラクタークラスを参照。能力値や種族によっては特定の能力が取得できない場合もある。 その他最初の所持金を決定し、それを利用して装備品や消耗品を購入できる。性別、名前、経歴などを決定すると、キャラクターが完成する。能力値決定済み、クラス決定済み、ヒットポイントも、確定、技能も、取得済み、主要な装備も持っていて、あとは追加の技能や、追加設定、名前を決定すれば、完成というキャラクターを、 ルールブックで多数用意していることがある。プレイヤー好みのキャラクターではないかもしれないが、キャラクター作成にかかる時間を大幅に短縮でき、ゲームシステム初心者のプレイヤーにも適するように、バランスが取られていることが多い。これらの半完成キャラクターを多数用意することによって、ゲームのバリエーションを広げているシステムもある。このようなキャラクターは、アーキタイプ、テンプレート、 クイックスタートなどと呼ばれている。プレロールドキャラクターとは、ゲーム開始前にあらかじめ、ゲームマスターが用意するキャラクターである。すでに作成されているという点では、上述の半、完成キャラクターと同じであるが、ゲームマスターが行うシナリオに必要な能力や、設定を持つこともある。1981年の世界初の、コンピュータ RPG、ウィザードリーは、 D&D の影響を強く受けていたこともあり、基本的なキャラクターの能力値は D&D によく似ていた。だが、ウィザードリーが画期的だったのは、能力値決定に、プレイヤーの選択の幅が大きかったことにある。以下に、ウィザードリー1のキャラクター作成法を挙げる。名前を決める。性格を選ぶ。 種族を選ぶ。種族ごとに基本能力値が異なる。ランダムに与えられたボーナスポイントを基本能力値に加算する。合計が一定の条件に達すると選択可能なキャラクタークラスが表示される。クラスを選択して作成終了。その後、1986年のドラゴンクエストではキャラクター作成は勇者の名前を付けるだけであり、 パラメーターはあらかじめ設定されていたものに固定された状態でスタートした。ドラゴンクエスト3そして伝説へでは主人公や仲間の名前と性別を決定することができるようになったがシリーズ全体を通してプレイヤーがゲーム内で能力値を操作するということは基本的にない。1987年のファイナルファンタジーでは4人の主人公には 名前とジョブを決めることができるが、シリーズを通して、プレイヤーが能力値に直接関与することは、基本的にない。本シリーズで特筆できる事項として、シリーズ作品の中にプレイヤーキャラクターの名前があらかじめ決められているものがあるが、ゲーム中ならいつでも名前を変更できる作品がある、点が挙げられる。その他のコンピューター RPG の中には、ゲーム開始時に、プレイヤーが、 プレイヤーキャラクターの能力値を直接決定してからゲームを始める形式のものも少なくない。ただし、この場合プレイヤーが開発側の予想しない能力値操作を行い、結果的にゲームの進行に影響を与えてしまうことも懸念される。ありがとうございます。